ザ・ホフ・デビッド・マイケル・ハッセルホフは、アメリカ合衆国の俳優、タレント、実業家、映画制作者、メリーランド州ボルティモア出身、身長193センチメートル、10代よりモデルとして活動を、始め、め、21歳の時バラエティ TV 番組、ザ・ディーン・マーティン賞に出演して徐々に知名度を上げた。がっちりとした体格と整ったマスク、加えて、 野生味あふれる振る舞いで注目され、1970年代後半からは、テレビだけでなく、映画界にも進出した。そして1982年より放送が開始された、テレビシリーズ、ナイトライダーでの公演が人気を呼び、一役スターの座を獲得。ロングランの人気シリーズとなる。さらに、同時期に放送していた人気コメディドラマ、アーノルド・ボーヤは、 人気者のシーズン6代15から16はハリウッド大事件ではゲストでナイトライダーに主演しているハッセルホフ本人として出演。また、この頃から俳優業と並行するように歌手活動を展開し人気を博すようになる。1989年1月1日にベルリンのブランデンブルク門で50万人のファンを集めルッキングフォーフリーダムを発表。ドイツ。 オーストリア、スイスの3カ国でナンバーワンヒットに輝く。ハッセルホフは壁の両側で民衆の心が動くのを感じたと発言し、この年に起こったベルリンの壁崩壊と翌年のドイツ再統一への協力になったと語っている。また、この年にはベイウォッチに主演し、ドラマも長寿シリーズとなる。しかし一転して、1994年のアバランチ、ナダレでは、 悪役も演じて演技の幅を広げ、2004年のドッジボールでは敵型のドイツチームの監督役を演じるなど脇役でも存在感を示す俳優となった。2002年頃からアルコール依存症の治療でクリニックに通院する。2006年、2番目の妻、パメラ・バッハとの離婚が成立。娘の親権はハッセルホフが持つことになった。2007年5月。 床に張って食事をするハッセルホフの姿を娘が撮影したものが YouTube で公開された。娘はこの映像を公開することで彼が改心しアルコール依存から立ち直ることを期待した。実際映像を通して撮影者である娘が今ここではっきり言っていつ止めるのと繰り返し問いかける言葉が聞かれる。2009年5月2日の夜 ロサンゼルスの自宅で意識を失っているところを娘に発見され救急車で病院に運ばれた。娘が彼を発見した時は意識のない状態で病院に着いた時にはほとんど息をしていなかったという。ハッセルホフの体からはカリフォルニア州の飲酒運転の法定レベルの4倍ものアルコールが検知された。10月、過度の飲酒で攻撃的になり駆けつけた医師を大出し、 翌11月には発作を起こし病院に搬送された。2012年より27歳年下のモデルのヘイリー・ロバーツとの交際を開始し、サンドプロポーズしいずれも断られていたが2016年に婚約した。2018年に結婚を発表。2012年にはアメリカマサチューセッツ州のコンビニエンスストアチェーンが店頭に設置しているハッセルホーフの 特大ポップの大半が盗難にあったと報じられたほか、ジャスティン・ビーバーがハッセルホフの愛称をプリントしたシャツを着たいと申し出るなど若者にも名前が知られるようになった。また、ハッセルホフ自身も、俺は子供たちにもまだまだ人気があるってことだとコメントしている。2014年6月に開催された車好きのお金持ちや映画、テレビスターがドレスアップした愛車で、 世界をお祭り騒ぎしながら走り回るラリーイベントガムボール3000にナイトライダー仕様にカスタムした日産 GT-R で参加。スピード違反で違反切符を切られた。吹き替え声優はナイトライダー関連の作品は佐々木勲がベイウォッチ関連の作品は菅尾隆高行が担当している。ありがとうございます。